そう、被害者がイヤホンをつけるはずがない。その耳は聞こえなかったのだから。本当なのか大将。確かだ。ポポッポッポーハートポッポーカー静粛に静粛に静粛に。この証人の証言はめちゃくちゃです。肝心のウェイトレスはその後ろ姿しか見ていない。そして被害者は聞こえない耳にイヤホンをしていたという。いかがですか護道賢治。グッ。カップの中の闇を濁らせるにはミルクを一滴垂らせばいい。このじいさん、そのミルクだったようだぜ。大将、人を雫みたいに言わないでいただきたい。ここに青酸カリが検出されたコーヒーカップがあります。縁の汚れから右手で使用されたのは明らかです。わしは死ぬまで叫び続けてやるぞ。やつは死ぬ前、確かに左手でコーヒーを飲んだんだ。おそらく被害者はその両方をやったのさ。右手でコーヒーを飲んだ後、左手にカップを持ち替えた。じいさんはそれを目撃したんだ。それはありえません。先ほどから何度も証言されているはずです。被害者はコーヒーを一口飲んだ直後に死んだと。コーヒーを飲んだって、そんなのどっちだって同じことだぜ。大事なのはやつがコーヒーを飲んだことだけだ。こんな風に。残念ながらそうはいきません。この証言の目的は証人の記憶力をテストすることでした。結果は明らかです。この証人の証言は全く当てにならない。ブフォどうやら本日の審理はここまでのようですな。証人は確かに嘘はついていないようですが、その証言ははっきり言ってあまりにも無茶苦茶です。そんな言い方しなくてもいいではないか。くらえ、この。無駄無駄、ここまでは届きません。検察側、弁護側にさらなる調査を命じます。それでは本日はこれにて閉廷。なんだ、ちょっと待っていただきたい。このまま終わったらわしの立場は一体どうなるのか。立場？そこの青い若造のおかげで今やこのわしはただのすっとこちょいでおっちょこどっこいのじじいだ。僕のせいかよ。そう言われましても、実は訳あって黙っておったのだが、わしにはまだ言ってないことがある。なんだと？言ってないこと？正直なところあんまり大したことではない。しかしそれでもう一度だけ勝負がしたい貴様と。はあ、目の敵にされてるな。どうか皆さん付き合ってもらえまいか。この偏屈親父の思い出作りに。悪いが17杯目のコーヒーはもう飲み終えちまったぜ。いいではないか大将、後でわしの店に来なさい。浴びるほど飲ませてやりますぞ。この五十嵐翔平68歳、男にしてくだされ。わかりました。こうなったら話を聞いた方が早いでしょう。あらよっと、そう来なくっちゃ。すごいことになっちゃったね。カッカッカ、覚悟しろよこの若造が。わかりましたから豆を投げないでください。やれやれ、まだやられ足りないのか。何言うの？最後の大勝負。最初にくれぐれも言っておく。大したことでもなく自信もない。コーヒーを飲んだ瞬間、若造は机に突っ伏したのだが、やっこさん派手にひっくり返したのだ。その花瓶をな。花瓶は割れて机にかかっていた布切れもびしょびしょになった。
どうだ、さすがにこれはひっくり返せまいて。え？あの、それだけですか？そうだが、わしの大切な思い出だよ。なんだ、また疑っとるのか、この惨めで哀れなわしを。いえ、そういうわけではないのですが。なるほどくん、法廷中の人が何か言いたそうだよ。多分、それがどうした、だろうね。この証言に尋問する僕が一番言いたい言葉だ。まあ、いわゆる豆知識というやつですな。それでは弁護人、最後の尋問をお願いします。え？まあ、かわいそうだから揺さぶってあげようよ。あの、できれば自信があって揺さぶりがいのある証言を。うるさいわ。今、わしは手負いのイノシシより竹に狂っとるのだ。この証言であんたと最後の大勝負だ。いてててて。豆のパワーが強くなってる。危険だな。パシッと決めていこう、なるほどくん。それはさっきも聞きましたが。わかっとる、こいつは話の枕だ。この後のサスペンスを盛り上げるためのテクニックだよ。サスペンス。なんだったらもっと引っ張るか？いや、あっさり風味でお願いします。そう、あの若造が机にばったり行ったとき。花瓶ですか？あの、メシアの机の上には花瓶が置かれとるのだ。倒してくださいと言わんばかりの極めて不安定な花瓶が。そういえば、確かに。僕がランチを食べたテーブルにも花瓶があった。それが倒れるところを見たわけですか？まあ、ややあやふや、かつやや曖昧でややおぼろげ。もういいです。とにかく花瓶が壊れた夫と光景は目に焼き付いとる。水がこぼれたわけですか？そうだ、わしの膝にもかかった。証人は被害者の向かい側のテーブルに座っていたんですよね。それなのに、水がかかったんですか？だって冷たかったもんね、奴が倒れた時。そんなにも飛び散るものか、花瓶の水なんて。被害者のテーブルの花瓶が倒れて割れたことですか？花瓶がひっくり返ったことと証言がひっくり返ること、ちょっとシャレが効いとるじゃろ。そこを聞いていただきたかった。いかがか大将。いいんじゃねえか、どうでも。さっきから全く口を挟まないな、護道賢治。せこいネタかもしれんが、これが勝負だ若造。これでわしが負けたら潔く尻尾を脱ぐわい。おじさん、ギラギラした目で睨んでるな、迷いちゃんを。なるほどくんでしょ。矛盾があるなら言ってみやがれって感じだね。しょうがないな、手短に言ってやるか。え？花瓶？花瓶。花瓶？花瓶。倒れてないよね。これでいいのかな？はい。五十嵐さん、こいつは現場の写真です。む、それがどうした？被害者のテーブルをよく見てください。花瓶なら、ちゃんとありますよ。あれ？どうなんですか、お父さん。あんたにお父さん呼ばわりされたくない。いて。もう結構です。これ以上、法廷に、なんだ？今度は何ですか？わし、思い出したわ。何を？割れた花瓶。あれ、わしのテーブルだったわ。はい？いや、その、あの若造、いきなりぶっ倒れたもんだから、わしも思わず立ち上がっちゃったわけだ。その時割れたんだっけ？わしの席の花瓶が。あなたの席の？
うはは、そうみたいだの。それで、わしの、またぐらがしっぽり濡れそぼったわけだ。シーンだよ、ほんと。いや、どうすんの、この空気。はあ、証人、ご苦労様でした。あの、ちょっと伺いたい。結局、わしはその、役に立ったのだろうか。自分の胸に聞きなさい。ぐわー、ま、待っていただきたい。そういうことであればその、あ、そうだ、なんならあの話を。法廷係官、この証人をつまみ出しなさい。待ってくだされ、わしの話を聞いてくれー。消えてったなー。さて、最後に余計な回り道をしてしまいましたが、とにかくこの場で判決を下すことは不可能です。毒を入れたウェイトレスは被告人だと特定できませんでした。それに大きな矛盾点が2つあります。左手でコーヒーを飲んだ被害者とコーヒーカップに残った後、そして聞こえないはずの左耳につけられたイヤホンの問題。かー、やるねー。なるほどくん。検察が弁護側にさらなる調査を命じます。わかりました。では本日はこれにて閉廷の前に。何？まだ何かあるんですか？先ほどの証人がどうしても自分の証言を役に立ててほしいとこのように証言書をまとめてくれました。はあ、よろしかったら皆さんでどうぞ。好きにするがいいぜ。検察側には必要ねえ。護道健二さん怒ってるね。ま、無理もないんじゃないかな。じゃあ弁護人、これあげます。護道健二と私の分と3枚ありますから。え？証拠品。はいはい。事件が起こった際、自分の席の花瓶を割りました。ごめんなさい。ごめんなさいって、小学生の反省文かよ。どうするの？こんなの3枚も。それではとにかく本日はこれにて閉廷。続くー。